1943年6月12日にイギリス空軍機から撮影されたペーネミウンデ第7試験発射台施設ハイドラ作戦はイギリス空軍の航空作戦である1943年8月イギリス情報局秘密情報部と特殊作戦執行部はドイツの V1 飛行爆弾及び V2 ロケットの開発がバルト海沿岸のペーネミウンデ陸,陸軍兵器実験場で 進行していることを確認した。そこで、1943年8月17日、7個、航空軍44個、中隊597機の爆撃機による、ベーネミュンネ爆撃作戦、ハイドラが発動された。イギリス軍の疑変によって、ドイツ軍は、レーダーなどによって、イギリス爆撃機を探知したものの、ベルリン方面への攻撃と判断したため、 迎撃機を内陸部へ向けてしまった。加えて、オランダのドイツ空軍通信所の警報回線が何者かによって切断されていたため、ドイツ第12航空軍団は何の警報も受けられなかった。イギリス軍の爆撃機は41機が未機関となったが、重要施設の破壊、部位兵器開発に携わっていた職員約730名が死亡した。死亡者の中には、 ロケットエンジンの専門家、バルター・ティエルや製造部門の主任技術者、エーリッヒ・バルターのほか、連合国庁包囲も巻き込んでいた。本作戦によってドイツの V 兵器開発に多大の影響を与えた。ありがとうございます。